よし、それではファイアーエムブレム無双続きをねやっていきましょう。前回はですね、まあアンヤの第二王子であるレオン・S・ケネディをですね仲間にいたしました。まあその誤解を解いてですね、というわけで、11章からやっていきたいと思います。アンヤ第一王子マークス、レオンを仲間に加えた、リアンたちは深い霧の中からそびえ立つ、城郭にたどり着く。そこには白夜の大軍と対峙するマークスの姿があった。というわけで進めていきましょう。第11章、アンヤ第一王子マークス。兄弟たちはまだ見つからないか。は、申し訳ございません。先ほどカムイ様が白夜兵に連れ去られたとの情報が入りましたが、真偽も分からず。え、白夜兵に？カムイが捜索の兵を増やせ。はは、残りは正面から白夜軍に当たる。準備を急げ。あ、マークスの声誰だ？マークス兄さんがいるっていうの。何だったっけ？あの辺りか。誰だっけ？テイルズオブシンフォニアのロイドの声の人。誰だっけ？あの五星。する気なんだ。すぐに合流しなくちゃ。わかりました。マークスさんを目指し。またマイクが壊れちゃったよ。最近さ、マイクが壊れやすいね。はい、勝利条件、マークスのとの合流及び全ての砦の制圧ということでやっていきましょう。まあこれはもう何パーとか前にやったその龍馬のステージと同じ感じかな。というわけで、ああそうだな、マップ配置ちょっと見てみよう。レオンを仲間にしたから、レオンを入れてもいいかもしれんし、レオンは？あれ？レオン？あれ？レオン S ・ケネディ？どこ行った？レオン S ・ケネディ。あれ？レオン S ・ケネディ？あ、いたいたいた。レオン S ・ケネディがどの順番なのかわかんねえが。まあ、そこは、まあ、カミラから、ここに移して。あ、違います。その他で、移動じゃなくて、違うんですよ。入れ替えで、ちょっとレオンと色変えてください。あ、レオンもあれ、空飛ぶ方なんかな？どうなんだろう。で、せっかくだし、使ったことがないキャラクターを入れてみたいよね。はい、お待たせいたしました。レベルをですね、まあ、アクアたちのレベルを上げて、まあ、この構成でいきたいと思います。まあ、レオンは初めて使うので、まあ、とりあえずパーティーに入れてと、まあ、全部女子でもよかったんですけど、まあ完全にもうレオンのハーレム状態でございますね。じゃあやっていきましょう。まあちょっとレベル的にちょっと不安かもしれないけど、ノーマルレベルなので大丈夫だと思います。行きましょう。アンヤ王国編もう最終章に入ってきて、どんな感じにやっていくのか。アンヤ王国大長寺マークス。あ、わかった、思い出した、小西勝久さんじゃなかったっけ。天魔覇者だ、天魔覇者。その程度でこのマークスを撃てると思ったか。ダイナントスマッシュブラザーズのスピリッツではなんかレジェンド級になってたね。レジェンド級に。みんなさ、ファイアーエムブレムイフやったことある？ファイアーエムブレムイフ。あ、赤から。ちょ、リンダどこ行ってんの。そうだな、砦を、これ歌い手じゃなかった、確か踊り子だっけ。行った、あ、レオンがいた。そうだな、せっかくだしダブルを組むのも、ダブルをしよう。よし、砦兵長からまずは倒していきたい。ちょっとアクアのちょっと必殺技を。しかし裸足で移動してるんか、きつそうね。ドーン。とりあえず砦を占領したが、ま、入れ替える。よしよし、アタックしろレオン。あ、何、ちょっと一旦戦った方がいい。君が毒の霧、マジかよ、また毒の霧を使うって、それは卑怯すぎるでしょう。待って、拠点兵長がいる。よし、せっかくだし使おう非王行。確かアクアもレオンも確かファイアーエンブレムイフに登場するからね。アクア確かアンヤ王国にも白夜王国にも登場するって聞いたことがある。あ、拠点兵長だな。よし、
呪い師を撃破して倒せと。呪い師、ちょっと待って。エリーゼがこんなところ。って多くない？めっちゃキリがないくらい多くないっすかね。すごく多すぎでしょ。めっちゃキリがないくらい多いっすね。よし、鎧武者を撃破しておいて。どこに行きゃいい？わかんねえな、一体。あ、待って、なんか、あ、でもこれってさ、こういう、これの門、このね、馬のいいところってさ、こんな風に、蹴るだけでダメージ与えられるっていうのがね、いいところではあるんですよね。飛行機。単体の、レオン単体の飛行機。いや、かっこいい。いや、無双着ってやっぱかっこいいですよね。よし、よし、どんどん倒してやれ。そもそも無双が、ちゃ、超楽しいわ。レオンは完全にあれだね。お、取り手兵長だ。よし、アタックしろ。取り手兵長がいるから、とりあえずもう一回アタック。お、龍脈を発見した。龍脈、そうだな。ちょっと待って、これ、ちょっと待って、蹴ろう。蹴って進むか。取り手、どけ。どこだ？何何、指示が出せるようになったって？ちょっとごめん、通させてもらうわ。ただ毒斬りがあるからな。毒斬り、あ、毒斬り、あ、でも霧が消えたんか。そうだな、ちょっと待って、砦をできるだけ解除させてあげたいが。そうだね、大丈夫かな。よし、使おう飛行機。二人の飛行機、バーン。うん、この二人が関わったら絶対勝てないよ。スピ、大乱闘のスマッシュブラザーズのスピリッツではね、両方ともレジェンド級なんだっけ。あ、砦兵長が。よし、どんどんやっちゃうぞ。よし、どんどん潰していこう。砦、砦を。はっ、マークスが劣勢。これちょっとまずいかもな。これ早く助けないとまずいね。よし、制圧したのはいいだが、くっそ、毒斬り、あー、ダメだ。毒斬りがまずいね。こっちになんかいるんじゃなかったっけ。ほら、こっちに呪い師がいるんだよね、多分。こっちに行きゃいいのかな。ほらほら、呪い師いた。よし、呪い師を倒すぞ。とりあえず呪い師を先に倒して毒斬りを解除するっていうのもありだし、こう、よし、どんどん攻撃していこう。まず呪い師から倒してみるのもあり。呪い師からどこやねん。よし、呪い師をできるだけ倒しといて。ちょっと強、硬いね、呪い師。呪い師硬。よし、とりあえず呪い師を撃破したから、取り、ついでに砦も占領しよう。ダーン。さあ、うまくいったか。やってない。よし、どんどん潰して。よし、砦を占領してきたぞ。よし、あとはどこに行きゃいいんだろう。ここか。ここじゃない。どこに行ったらいいんだ。マークスを助けたいんだが、こっちかな。マークスをできれば助けてあげたいんだけど、どこに行きゃいいんだろう。マークス、くっそー、めんどくさいシステム入れてなかったな。ほら、早く助けないとまずいぞ。ほら、早くマークスを助け、これ砦を占領して早く早く倒さないとまずいね。違う、いた、マークスいた、マークスがいた、いたいたいた、助かった助かった。よし、使おう飛行機。よし、お兄さん助けに来たぞ。よし、あ、サーリャがさ、助けに来ててる。で、砦を制圧して魔導砲台を発動しようだって。とりあえず砦兵長がいるから
とりあえずできるだけ倒しておきたい。砦は全部制圧できたかな。多くない？よし、とりあえずマークスは倒したね。しかし、もう多いな。もう虫のような数だよ。あとは砦を、そうだな、ここでちょっと砦を、よしよし。そして飛行機、氷結魔法なんかな。氷属性か、なるほどな。と砦あといくつや。砦を制圧した魔導砲で門番がいる。ちょっとこう門番を倒しとこう。門番を倒して新しいフロアを開通させるっていうのもあり。ドーン。どうだ今どんな状況。すべての砦を制圧。こう言ってこっちにいるのかな。ちょっと通りますね。こっちか。お、今こそ白夜軍を打ち破り勝利をつかむ。あ、うわ、アイヤに勝利を。順調です。この調子で他の砦も落としましょう。よし、こうか。あー、進めない。もう迷路すぎてわかんねえや。もうエリーゼに切り替えよう。エリーゼも馬だから。さあ残りの砦もできれば解放したいが、ちょっと待って、バタバタ。ちょっと俺とレオンと同じことやってる。こっちか、こっちや、こっち行って。いや体力でかっ。あ、ちょっと砦落とされたらまずいね。使おう。よし、占領できたんかな。拠点兵長って一体どこにいるんだ。いた、拠点兵長。拠点兵長を潰して、拠点を、まあ、拠点とか砦をね、占領することがね、大切なことなんだから。あ、回収しよう。よし、ちょっと先へ進もう。こっちか。ここ？砦？拠点兵長じゃん。あ、でもここから行けば、ここから行けば、こっから行けば、たどり着ける。なんだって。お、あ、砦。そうだな。え、飛行機。すべての砦を占領するがちょっとなかなか難しいです。よし、このまま攻撃を続けよう。よし、魔法の力なめんだよ。物理は魔法に、魔法は物理より強い。まずい、砦が、しかも呪いしまだいるのかよ。それ以外にとりあえず砦をできるだけ占領してやろう。あ、解放した。こっから行けるか。すると、こっち行ってこっちから。ちょっと通るな。ちょっとごめんね、通させてもらおう。あ、あ、違う。まあ、ファイアーエンブレム無双、これあれでしょ、こんなん。やってみたくなるでしょ、ファイアーエンブレム無双やってたらさ。こういうことみんなやってみたくならない。やりたくなってくるでしょ。待って、どうしよう。待って、あそこどう行くの。あそこどうやって行くの。拠点兵長とかいるの。待って待って待って、また。めんどくせえな、しかし。なかなか面倒。他の砦でもどうにかしなきゃあかんし、なんとか行けばいいんだけど、いまいちちょっと、なかなか方向が分かってない。こっち、こっちか。こっち行って、こっち行けば、ここでちょっとドンパチやってるのが見えるんだけど、あ、時計兵長って大丈夫か。行った行った、なんか切られた。よし、回復してあげよう。こいつはよくやがったの、まあ、まあ、こんなか弱い女の子、こんなふうに傷つけやがって。砦は無事確保。え、ここ砦、あれ、なんか進められた。占領回復してあげよう。行った。待って、やばいやばい、普通にやばいやん。ちょっと、誰か回復できるよ。くっそ、これ回復できるかな。まあでも回復ができてるから。あれ、あと2つだ。さ、そうだな、次へ。ガリオスがいるね。よし、回復してあげて。痛い、まずい、よし、使おう。こんなさ、か弱い美少女で気づけるなんてマジで許さねえ。俺の怒りはマックスだよ。マキシマなんだよ、マキシマ。あ、えなんで強くない。くっそ、これさ、この回復タイプってさ、自分が回復できないから、なんか不便なんだよね。自分が回復できないから。マジでここで倒れるわけにはいかねえな。あ、どこだ、どういうこと。なんか、あ、ちょっと、ちょっと取る意味がなくなった。ん、いや、でもしかし、こういうのめちゃくちゃ楽しいわ。あ、わかったかも。こう言って、待って、砦が。違う。こっちか。あ、天馬武者がいる。くっそ、天馬武者がなんでこんなところに。天馬武者もあれかな、あれと一緒だから。あれを取り寄せるやつだけ重要なやつだから。いった、待って、怖いな。あ、なんか、待って、砦が。待って、全然。いった、ちょっと、これは、回復だ。
よし、もしこれ徐々に潰していくしかない。これなかなか難しいぞ。何何。よし、とりあえずまあ、ちょっと周りの兵士ができれば潰していきたいが、これ天満武者が厳しいな。天満武者が結構厳しいぞ。あ、危ない。ガードしすぎてる。ガード、相手がガードしすぎてる間は危ないやつだ。とりあえずどんどん相手を傷つけて、よし、相手との距離を置いて様子見することが大切であり、よし、どんどんちょっと剥がれよ。あぶね。よし、なんとかどんどんダメージ与えて必殺技を与える。ドーン。下ちょっと硬くないっすか。これ弓矢がいれば役所になるよね。弓矢とかがいれば。よし、リンダに変えよう。リンダじゃない。あ、エリーゼ、どういった。これなかなか厳しいな。なかなか厳しいことをさせますな。こっち、これか。ガードやんない。よし、これ入れ替えられないかな。入れ替えできない。しょうがないな、できないな。よし、しかしまあこれでなんとかするしかねえ。待って、くっそ、これ弓矢があればな。弓があればめちゃくちゃ便利なんですけど、弓があれば便利なんですよね。これ弓使いを今度から入れようか。くそ、誰か来ない。あ、レオンが、兄さんが助けに来てくれた。っていうか使うか。えい、今です。あ、ここ。いや、かっこいい。女は怖いということを思い知れ。いや、けど硬い。普通に硬い。ちょっと離れよう。普通に硬いな。ちょっとレオンに変えよう。ってっ、これなかなか厳しいぞ。あ、でも覚醒状態のやつ使えばよかったわ。潰してやるよ。かっこいい。潰してやるぞの言い方がかっこいい。覚醒状態使おう。よし、絶対負けない。どんな覚醒状態ならね、まず超無敵状態だからね。相手が悪かったね。あれあれ、どこだい、どこ行った。まあでもこういう覚醒状態はこういう時に便利なので、よしよし、今のうち何ブリュンヒールで、よし、制圧できたぞ。やったぜ。え、なになに。あと少しだ、あと一つ。砦が占領していない砦があと一つあるっぽい。さあどこだ。ちょっと全然使っていないオリビエを使っていこうか。どこだ。え、ここか。ここじゃないっぽい。普通に危ねえな。おい、マップ、あ、なんかちょ間違えた。あー、もうこのまま使うしかねえ。間違えて覚醒状態使っちゃった。まあでもここでなんとか探索。待って、俺何も押してない。いやー、かわいいし、ちょっとアクションも必殺技もかっこいいんだけど、誰も見てないし、誰にも当たってない。使え、さっきの技を。怪我どころか死ぬと思うのだが。よし、クリアできた。いやー、結構厳しかったな。どうやら兄弟たちに力を貸してくれたようだ。何者だ。あ、投稿者です。多分何の魔力のない人間です。とりあえずステージをクリア。オリビエって踊り子なのに剣持ってんだね。最近の踊り子は、まあ、最近じゃねえな。あ、オリビエの初ポーズ。いや、さすが踊り子。いや、かっこいい。あ、でも確かに踊り子って剣、あ、これはこれで可愛いな。お前たちのおかげで兄弟たちと無事に合流できた。助かったぞ。ああ、いえいえ。カムイだけ。そうだね、カムイだけでね。そのカムイさんって人、白夜軍にさらわれたって言ってましたよね。ああ、兵からの報告があったのだ。待てよ、白夜軍の方でもさ、実は二手に分かれた我々の仲間が、白夜軍の方でもさ、なんかカムイがさらわれたとか言ってなかったっけ。合流したいと思っていたので、彼らにも聞いてみ、もしかして男女ごとに分かれてる。
まあカムイはね、男女バージョンがあるんですよね。スマブラやってる人はわかると思うんですけど。いいの？この後白夜軍に会うことになりますけど、多分いいのかな。あ、マークスはついていかないんか。龍馬と同じまだ仲間にはなんないのか。ということで、よろしく頼むよ。はい、またエリーゼと一緒なんだね。多分この後白夜軍と会うことになると思うんですが、よろしいでしょうか。白夜の連中を見かけたら、きついお仕置きをしてあげなくちゃ。きついお仕置きだと、まさか真なる闇の力を解放するのか。なんでお前はその真なる闇の力にことなんだよ。また一段と賑やかになりそうだな。もうダリオス完全無視じゃん。もう全員完全無視ということで、まあ、もう3、あ、それでも3万はもらえるというか、あ、でもちょっとクリアタイムに時間かかっちゃったね。ちょっと白夜の時よりも。まあ、ということでね。ということでね。まあ、今回はこちらのメンバーでクリアいたしました。まあ、次回は一体どんな感じになるんだろうね。ちょっと次回のタイトルを見ていくか。次回のタイトルを見て、あ、MVP お前か。あ、やべ。なんて言ってたのかちょっと見てなかった。あ、やべ。そういえば思い出した。装備を最強の状態にするの忘れてたわ。道理で時間かかるわけだ。そりゃ時間かかるわな。レオンのトマト？トマト？さあ、新しい章、12章、どんなストーリーや ?12 章、仕組まれた戦い。あー、12章、やっぱり、白夜軍と暗夜軍、会ってしまうっていう、そんな気はしましたわ。ってなると、カムイは一体どこで会うことになるんでしょうね。というわけで、まあ、時間もちょうどいい感じではございますので、ここら辺で終了しようと思います。チャンネル登録と Twitter フォロー、よろしくお願いいたします。それでは皆様、おつがま。まあ、多分、編集したら、ちょっと短くなるかもしれないけどな。編集した結果、時間はちょっと短い動画になるかもしれんか。おつがま。